続きまして、デートポケットの次、ゴヤセリーヌ、セリーヌのこの列から行きたい、おとと大人気のおとと、皆さんこんにちは、クラスタイル系のおみです。今日は総額450万円相当の商品を爆買いしてきましたので、こちらを皆さんにご紹介していきたいと思います。それでは一つずつ紹介していきたいと思います。なるべくねちょっと急いでご紹介していくのでよろしくお願いします。じゃあまずねちょっと1点のみなんですけれども、こちらのクロエからご紹介していきたいと思います。こちらがクロエのアルファベットコインパースになります。このようにねカッと開いて、すごくねロエベのカードケースにそっくりな感じになっています。でこちらにねクロエのチャームがついてまして、今はちょっと手元にないんですけれども、あのアルファベットのねチャームを選んでつけていただくことが可能になっています。続きましてボッテガ開けていきたいと思います。ボッテガですね、こちらはもう定番になっているバイフォルドウォレットですね、のこちらがブラックになります。こちらもですねブラックなんですけれども、ちょっと保存袋が先ほどは白かったのに対してこちら緑になっています。どちらがお手元に届くかはお楽しみで。でこちらのお色が、こちらがエイコンというお色になります。中も同じお色になっています。続きましてはセリーヌ開けていきます。このままです。こちらがジップドコンパクトカードホルダー、お色がケブルになります。こちらもねこうジップ付きのカードケースになっています。続きましてこちらがスモールフラップウォレットになっています。こちらにねトライオンフのマークがついていまして、こちらはね前回の動画でもご紹介させていただいております。あのお店から届いた時はこういうね保護剤がついてることがあるんですけど、ちょっとね実はセリーヌの保護剤こんな感じでボロボロじゃないですけど、こういう保護剤がついてまして、これがついてるってちょっと偽物じゃないですかとかよくコメントいただくんですけど、もともとこんな感じです。どんどん行きましょう。こちらもセリーヌ、本当はねこんな感じで保存袋に入っています。かなり結構多いね量を頼むので、スタッフさんもねこう綺麗に入れてくれてないこともあります。先ほどと同じスモールフラップウォレットのこちらブラックになります。大人気のブラックですね。そしてこちらがセリーヌの最後、あこれ新色なんていう色だ、こちらがスモールフラップウォレットなんですけれども、新色のアイボリーになります。これ人気出るんじゃないですかね。で中もこんな感じでアイボリーのお色になっています。ペブルとアイボリー悩みますね。この他にねペブルが3点ほど入荷しているんですけれども、同じものになるのでご紹介は省きます。でこちらですねセリーヌのバッグいきたいと思います。じゃん、大人気のナノラゲージですね。保護剤がちょっと たくさんついていますけれども、大人気ナノラゲージのお色がスリになります。セリーヌっていうロゴも書いてこういう感じになってますね。で中にストラップもついているので、クロスボディで斜め掛けにねしてお使いいただくこともできますし、ハンドバッグとしてもお使いいただけます。で続きましてちょっと大きめのこちらがミディアムバケットバッグになります。こちらが正面でしたね。こちらがミディアムバケットバッグで、こんな感じでトライアンオフのキャンバス生地で作られています。こんな感じでねストラップもついていまして、中がこうたっぷり入る感じの作りになっています。これですと結構ねお仕事用にも使えるかなと思います。どんどんいきます。とこちらですねグッチが今回何でしょう。こちらグッチが
ちらですね、こちらグッチの GG カードケースウォレット、ブラック&ホワイトレザーになります。こんな感じで、この白と黒のコントラストがとっても可愛いですよね。でこんな小さいのにちゃんとね、お札入れも入ってついていて、ちゃんとね、街のあるコインコンパートメントもついていて、とってもね、人気のサイズになっています。ではロエベに行きたいと思います。とにかくすごい量なので、どこから行こうかなと。まずですね、じゃあまずこの列から行きたい、おっとっと、まずこの列からご紹介していきたいと思います。頑張ります。出ました、大人気アナグラム 6cc トライフォールドウォレットブラックです。もうね、何度も登場しているおなじみのお財布になります。こんなに小さいのにね、こちらも大容量のお財布になっています。続きまして、これなんだろう、あ、先ほどのね 6cc の財布とすごく似てるんですけれども、アナグラムバーティカルウォレットのブラックになります。先ほどのね、お財布よりもちょっと長くなってますね。比べてみるとこんな感じで、ちょっと横長になっていて、ただね、厚みはちょっとスリムになっています。後ろもこんな感じで、とっても似てるんですけれどもね、若干こんな感じで比べていただくとちょっとだけサイズが違います。で中はこれ、こちらもね、似てるんですけれども、こんな感じでお札を入れるところがあって、一番違うのはね、ちょっとコインを入れるところがこの横についているというところですね。アナグラムバーティカルウォレットのブラックでした。こちらがアナグラムバーティカルウォレットのライトオートになります。先ほどのね、ブラックと色違いになります。続きまして、こちらもアナグラムバーティカルウォレットの、こちらがお色がローズマリーになります。こちらもね、とっても綺麗なグリーンで大人気のお色になっています。どんどんいきます。こちらも同じくアナグラムバーティカルウォレットの、こちらお色がサンドになります。こちらのシリーズの中ではね、一番人気かと思います。まだね、商品購入可能数にプラスしていないので、見つけた方はぜひお早めにご購入ください。ちょっといきます。今度はですね、先ほどのアナグラムバーティカルウォレットと同じサイズなんですけれども、ちょっとタイプの違うスモールバーティカルウォレットになります。こちらがね、大人気のお色、ブロッサムになります。ブロッサムタンですね。こちらがタンになっていて、ピンクのブロッサム、結構ね、入手困難というか、なかなかお目にかかれないお色になっています。続きましては、こちらも定番ですね、何度も何度もご紹介させていただいているスモールバーティカルウォレット、ライトオートハニーになります。でこちらもですね、スモールバーティカルウォレットブラックになります。こちらはね、中もすべて真っ黒になっています。どんどんいきます。こちらはコンパクトジップウォレットローズマリータンですね。こちらも大人気、もう何度も何度もご紹介させていただいているお財布になります。でこちらが、こちらが、先ほどと色違いのコンパクトジップウォレットライトキャラメルになります。これね、内側がエンジっぽい色になっていて、こちらもね、とても人気のあるお財布になっています。何度もね、紹介させていただいているので、詳しいサイズとかお値段気になる方は前の動画にてご確認ください。どんどんいきます。次の列、次いきます。続きましては、こちらもね、何度も登場している定番のコインカードホルダー、ライトキャラメルになります。先ほど一番最初にご紹介したクロエのカードケースに結構似てませんか？すごいそっくり似てませんか？特にね、後ろのこの感じとか、カードを入れるところの、ただね、このクロエの方はここに1箇所大きめのサイドポケットが1つついています。続きまして、こちらもね、同じくコインカードホルダーのクリスタルになります。クリスタルブルーですね。とっても綺麗なブルーになっています。同じくこちらもコインカードホルダーのローズマリーになります。こちらも大人気ですよね。
ちらも定番中の定番、コインカードホルダーのライトオートになります。こちらがですね、珍しいパズルステッチコインカードホルダーになります。こちらがですね、メンズのコインカードホルダーになっておりまして、定番のコインカードホルダーよりも一回りサイズが大きくなっています。その分ね、こちらにサイドポケットが一つついていまして、こちらもね、こんな感じでゆったりとした作りになっています。ステッチがとっても素敵ですよね。次がこちらですね、スクエアコインカードホルダーになっています。こんな感じでちょっと四角い感じのコインカードホルダーになっていまして、こちらもね、定番のコインカードホルダーにそっくりなんですけれども、こんな感じでね、大きさがちょっと幅広になって、横の長さはね、ちょっと短いかな、スクエアの形になっています。で、カードホルダーのね、こちらの部分もこう上から入るカードを入れる部分と、このサイドにもね、2つほど入れるところがあります。こんな感じで横からもね、入れるところがあります。ちょっとたっぷりめにカードとかコインとか入れたいなっていう方には、こちらの大きさもおすすめです。続きましてはこちらですね、先ほども何度か出てきたコンパクトウォレットの、こちらはね、ブランドコンパクトジップウォレットになります。こちらにね、大きなアナグラムのマークがエンボス加工で施されています。中はこういうタンのお色になっていて、ストラップもついていて、とっても可愛いですよね。こちらもね、以前の動画でもご紹介させていただいたかと思うので、大きさとか気になる方はぜひそちらをご覧ください。多いですね。実は被ってる商品もあるので、なるべく短めにしたいんですけれども、まだまだね、こんなに商品が残っているので、ちょっと一度ここで休憩させていただいて、残りは第2弾でご紹介させていただきたいと思います。では第2弾もぜひご覧ください。少しでも面白かったなとか、これ気になるなとか思っていただけましたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは第2弾でお会いしましょう。またね。いきます。じゃん、あ、かわいい。こちらがアナグラムチャームになります。こんな感じのキーホルダーになっていまして、こちらがオレンジですね。オレンジと後ろはブラックになっています。ブラックになっています。こちらもね、同じくアナグラムチャームの、こちらのお色がローズマリーになります。この緑が綺麗ですよね。バッグとかにね、つけていただくだけでパッと映えるキーホルダーになっております。続きまして、こちらは多分こちらですね、出ました。こちらですね、もう皆さん大好き、アナグラムブローチのこちらパラジウムシルバーのお色になります。何色がちょっとね、入ってるかチェックしてなかったので、これもシルバー。こちらが同じくアナグラムブローチのゴールドになります。今回はゴールドとパラジウムしか来ていないので、どんどんちょっとはしょって進んでいきたいと思います。こんな感じで包装されたままのブローチたちも届いております。続きまして、こちらはですね、こちら男性へのプレゼントにぴったりのスカーフになっています。すごい肌触りもとってもいいスカーフです。続きまして、こちらが多分同じ商品だと思うんですけれども、こちらがゲートポケットですね。ゲートポケットのラストカラーになります。日本のサイトだとラスティーカラーって書いてあったかな、ちょっと英語と日本語でちょっと違うかもしれないんですけれども、ラストカラーですね。こちらがとっても可愛い作りになっています。で、こんな感じでマグネットクロージャーでパカッと感じになります。簡単にね、携帯とカードケースとか入れていただくことができて、後ろにもね、カードポケットがあります。続きまして、これなんだろう、こちらがロングバイザーキャップですね。ロングバイザーキャップで、お色がブラックなんですけれども、こちらにもロエベと書いてあって、こちらもね、リサイクルナイロンで作られているみたいです。とってもエコな帽子になっています。
続きまして多分こちらが同じ商品かと思うんですけれども、こちらですね、バスケットバッグのスモールサイズになります。詳しい大きさとかストラップの使い方とかは前回のバスケットバッグ紹介動画の方をぜひご参考になさってください。こんな感じで同じバッグでもちょっとずつね大きさが違ったり素材の色が若干違ったりするので、こちらもねどんな商品が届くのか楽しみにしていただいて、こういう形くださいとか小さめのくださいとかいうご要望をたまにいただくんですけれども、そちらはちょっとリクエストにはお答えできかねますので何卒よろしくお願いします。続きまして、なんだろう、こちらがゴヤ新ブリーフケースソフトグレインカーフになります。こちらねお仕事に使うのかな、メンズのブリーフケースになります。ここにねアナグラムのマークがちょっと見えづらいかもしれないですけど、ここについていて、ストラップをつけるところもあるので斜め掛けもしていただけて、ストラップもついています。でこの中にこんな感じでパソコンとかタブレットとかを入れていただく、パチッとこう手止めて入れていただく場所があったり、結構いろいろポケットがたくさんあって、反対側にもねジップ付きのポケットがあったりして、ちょっとおしゃれなビジネスマンにぴったりのパックかと思います。ぜひねプレゼントいいかなと思うのでチェックしてみてください。ちょっと視界が開けてきました。まだねでもこんだけさすがにね450万円とかなるともうすごい量が届くので、ちょっとね一気にご紹介難しいんですけれども、結構ねかぶってる商品があるのでご紹介していないものがあればご紹介したいなと思っています。続きましてこちらバッグの最後ですね、こちらがミリタリーバックパックのお色がコニャックになります。こんな感じでねすごいしっかりした作りのバックパックになっていまして、こんな感じでパカッと開けることができて、この背中の部分にねタブレットとか入れれるようなポケットもついています。一応ねカテゴリーとしてはメンズなんですけれども、女性の方でもちょっと大きめのバックパックとしてお使いいただけるかなと思います。後ろもしっかりねこういうパッドがついているのでとてもおすすめです。でこちらにね山のようにロエベのお財布とかカードホルダーがあるんですけれども、先ほどねご紹介したものと同じものの在庫となります。こんな感じでなるべくね皆さんにご購入いただいた後すぐにお手元にね届けられるように、同じお色とかもね複数買い付けしておりますので、クラスター .com やファイマーのクラスター UK でぜひぜひチェックしてみてください。もしね気になる商品が見つからないとかいう場合はぜひお気軽にコメントください。それでは今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またね。ファイマのクラスター UK または自社ショップのクラスター .com では、動画の中でご紹介した商品やご紹介できていない商品など多くの商品を販売中ですので、ぜひぜひ概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録をしていただきますと最新の情報をいち早くお届けできますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。コメント高評価もお願いいたします。今日もご視聴いただきありがとうございました。ではまた。